いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は上向きのスプリンクラーヘッドのですね、開放についてご説明していきます。前の動画ではですね、下向きのスプリンクラーヘッドの開放はご説明してたんですが、今日は上向きのスプリンクラーヘッドの開放なんですけどね、こちらが、開放してない状態の、スプリンクラーヘッドで、こちらが熱を与えて開放されたスプリンクラーヘッドなんですが、開放されたい方はですね、見てもらったら分かる通り水は通らないんですけれども、開放された方は、こちらの、ヘッドが弾けてですね、こういった形で、開放されています。で、上向きに向くんで実際に水が押し上げられて、デフレクターに、当たって、反射してですね、円形状に酸素分布されるんですけれども、それを訓練用の水消火器を使ってですね、酸水のされ方について、ご説明していきます。で、消火器の使い方もおさらいなんですよね、まずホースをクリーンして、安全線を抜いて、ノズルを向けて上下レバーを押すんですよね、これでちょっとですね、やっていこうと思うんですが、じゃあですね、今から、開放させますんで、見ててください。開放させます。これがですね、上向きの、スプリンクラーヘッドをですね、開放させた場合の、酸水分布の、状態です。